ルの玉木です。ということで今日の動画はこちらです。はい、僕のヒーローアカデミアミニクリアファイル2ということでこれを開けていこうと思います。これね、何かっていうと、またね、あのスーパーのお菓子売り場で買ってきたものなんですけれど、最近ね、このあのなんだろう、スーパーとかコンビニで売ってるね、ヒーローアカの食玩って言ったらいいかな、あのガムだったりね、ガムとかも食玩じゃないか、あのクロレッツとねコラボしたガムのおまけだったりとか、あとはウェアアースね、ウェアアースのあれはシールかなだったり、あのヒロアカのね、なんかこういうお菓子と一緒になってるグッズがね、最近たくさんスーパーに並んでるんですよね。そうで、僕もねこれ買いに行ったの、スーパーに買いに行ったんですけど、そしたらね、そこに一緒にというか、見に来てたね子供がいたんですけど、兄弟だったかな、お兄ちゃんと弟でいたんですけど、お兄ちゃんの方がね、これをパッて手に取ってね、ヒロアカまた出てるわみたいな言ってて、最近ヒロアカのこういうのたくさん出るんだよなって弟に言ってて、もうなんか通じゃんって思って、通じゃんと思いましたけど、まあ結局ねその子は買ってなかったけど、まあこれってさ、対象年齢6歳以上って書いてるけど、まあ、ミニクリアファイルっていうことなんですけど、買うのって多分大人がほとんどだよね。あんまり子供がねこのクリアファイルを集める感覚わかんないので、多分ね大人の僕みたいな、ヒロアカ好きなねオタクがこう集めるようなものかなと思うんですけれど、まあね、今回はこれ結構種類あるんでね、16種類あるんですけれど、まあ控えめにね3つ、結構1個で300円ぐらい高かったから3つ買ってきたので、早速これはね開けていこうと思います。それではレッツゴー。まあ最近ショート動画でねこういうのよくやってたから、これもまあ全然ショート動画にね収まりそうな内容なんですけれど、まあたまにはねこんな感じで動画にしていこうかなということで、最近ヒロアカのねこうヨンちゃんの動画撮ってなくて、フィギュアはねあるんですよ、開けてない、しがらきだったりね、飯田くんとかのマクファレントに住んでフィギュアがあるから、それをね開封早くしろよって感じなんですけど、ちょっとねフィギュア開けるタイミングがなくて、まあヒロアカ動画なんか撮りたいなってずっと思ってたんでね、今回これ開けていきます。でまずはねパッケージにこのラインナップね書いてるから見ていこうかな。今回16種類ということで、なかなかラインナップ豊富なんですけれど、 A 組のねメンバーがこういたりとか、あとは先生ね、相沢先生がいたりとか、エンデバーホークスのねヒーローもいるし、あとは4人ねヴィラン連合の4人がラインナップされてる感じですね。あでもオールマイトいないんだ。まあでもガッチャンのねこの辺とか冬服だったりするので、まあ、最近のねアニメシリーズを元にラインナップされてるっていう感じかな。エンデバーとかホークスもね最近めっちゃ目立ってるし、ヴィラン連合のね話にこれから移行していくので、まあちょっとネタバレだけど、若干のネタバレだけど、そう今からねヴィラン連合が結構メインになってくるね話が始まるので、まあそういったところでねこの辺もラインナップされるのかなっていう感じですね。今度8月にある一番口でもね、このダビだったりとかヒミコだったりね、あとはトムラ君、この辺のフィギュアもねラインナップされるということで、結構ヴィラン連合もねフィーチャーされていくのが楽しみだな。ヴィラン連合僕結構好きなんだよね。まあ、今回16種類ということでなかなか種類あるんですけれど、そうだな、3個で欲しいの当たるかな。まあ、やっぱりいつも言ってますけど、僕はねこの生粋のガッチャンをしたから、ガッチャンが欲しいのはもちろんなんですけれど、さっき言ったみたいにねヴィラン連合も結構好きだからね、トムラ君は欲しいよね。で、あとはまあ A 組メンバー、A 組メンバーで言ったらやっぱでも轟くんとかかな、あとカエルね、カエル、つゆちゃんも結構好きだから、つゆちゃんも欲しいし、でもまあ先生たちとかね、ヒーローよりはやっぱり A 組メンバーが欲しいかな。まあ3つあるからね、3つありゃなんかあったらでしょうということで、早速開けていきましょう。いや撮りながら思うけど、本当にこれショート動画で済むぐらいの内容だ。たまには許してください、こういう動画もね。じゃあ1個目開けていきます。いきます、せーので、あ見えちゃった。はい、まずは雷電気で、ね、雷、おーすごい、こんな感じでねたくさんアニメシーンがありますね。これなんだ、これ何のポーズなんだ、すげえ気になる。これ何のポーズか分かる人いたら教えてください。文化祭とかね、これは一番最初にねヴィラン連合に襲撃、ヴィラン連合でね襲撃された時とか、クラスのね何気ない感じの表情だったりありますね。で表がこんな感じ、いいね。雷くんもねなかなか人気キャラだよね。あーなんかかっちゃんのね金魚の糞みたいな感じいつもついて回ってるイメージありますけれど、まあ、若干ねヘタレなんだけどね、ヘタレ
地元民からすごい愛されてね、北西っていう感じでね、ちやほやされてるヒーローですけど、まあヒーローらしからぬ、らしからぬというかね、ヒーローらしくない面もね、持ってて、なんかこう親しみやすい感じのね、キャラクターなんだよね。そこもいいですよね。はい、2個目ホークスでした。まずい、これといって盛り上がるものが1個も出ていない。なんかね、いやーこれ1個300円ぐらいしたからちょっとね、もっとたくさん買ってて、なんなら全部16種類揃えたいなとかも思ったけど、ちょっとね、さすがにこうパッと見つけた程度のね、テンションで買うにはちょっと物足りなかったんだよね。だから3つしか買ってないんだけど、やばいな、ちょっとテンション上がるやつが欲しい。いきます、最後、せーので、どんどん。あー、初代沢か。まあ、相沢先生好きだけどね、微妙い。はい、相沢先生ですね。イレイザーヘッドですよ。わー、なんかすごい眼光がね、光ってるような感じになってて、かっこいいな。いや、相沢先生はね、もう間違いなくかっこいいんだけどさ。いいよね、もうまさにね、教師の鏡ではないけどね、こんな姿してるから、教師の鏡ではないけど、生徒たちにとってはね、理想の教師っていう感じですよね。なんかこう、ちゃんとね、生徒に対して厳しいところもありながら、褒めるところはね、しっかり褒めるっていうね、すごい人をこう評価する、目に優れてる、まあ、イレイザーヘッドのこの目をね、使うような個性を持ってるヒーローなので、まあそういったところもね、たけてるといいよね。でもこういうなんか、なんだろうな、常に眠たそうなね、気だるそうな感じのキャラクター性もあったりして、まあ、相沢先生もね、人気ですけれど、いやー、相沢先生もね、実は熱いところがね、あったりして、まあ、それはこれから出てきたりするから、アニメだとこれから出てくるし、あとは、まあ、デクをね、評価してる時とかもね、熱いところがあったりして、で、ちゃんと生徒を守るところがね、やっぱ先生としては、かっこいいよね、相沢先生。はい、ということで、今回この3つか、電気とホークスと相沢翔太っていう、まああんまりこう関連性のないね、3人が揃った、どんちゃらこの3人、どんちゃらだったら何も役ないよ。なんどんちゃら分かりますか？昔ね、ワンピースのどんちゃら持ってたんだけど、なんか麦わらの一味とかね、あとは敵とかのね、役を揃えたらなんかね、ポイントが上がるんですけれど、どんちゃらでこの3人で揃えても何も役ないよ。何の話。まあでもあんまりこうグッズではね、まあ一番くじとかでもまあ出てるか、出てはいるけど、そんなにこう狙ってね、引くような感じではないので、大抵この辺のさ、ミニダールとかって一番くじだったら選べるから、選べる中だったらやっぱりデック君とかガッチャンとかね、オールマイト選ぶから、あんまり選ばないところなんですけれど、まあランダムだからね、ゲットできる、ランダムならではでね、ゲットできるような3人組かなと思いますね。まあまあ、それぞれね、本当にすごいいいキャラクターだし、好きな人はね、もう本当に大好きなキャラクターたちだから、僕もね、まあ、誰が出ても嬉しかったんですけれど、まあ、残念ながらね、惜しかったガッチャンだったりとか、ヴィラン連合が出なかったですね。いやー、ちょっと悔やまれるな。これはもうちょっとなんか引きたい気もしますけど、まあでもね、1個300円くらいするっていうことで、まあクリアファイルね、飾るのもちょっと飾りづらいし、使い道もあんまりないからね、多分このままこう重ねておいておくんですけれど、まあまあ皆さんもね、気になった方はぜひともね、買ってみてください。ちょっと尺が余ったからもう一個やろう。はい、こちらバリバリバーということで、これもね、ヒロアカのパッケージになってるんですけれど、森永がね、出してる多分バリバリバーっていうね、元のアイスがあって、まあそれにね、ヒロアカがこのタイアップというか、まあ、映画があるっていうことで、こんな感じでパッケージにヒロアカキャラクターが描かれていて、あ、バリバリバーバルルって書いてる。すごいなんかね、アメコミ風のね、文字でこんな感じで PR がされているんですけれど、これをね、ちょっと食べようかな。尺が余ったからね、なんか昼赤の話もしたからね、アイス食べましょう。夏だからね、アイスはやっぱ重宝されますよね。これ8本入りだからね、まあまあ入ってるんだけど、もう2本から2本食べてますね。あ、でここにガッチャン、ちっちゃいガッチャンがいるわ、気づかなかった。ちょっとこれ食べていきますね。これね、アイス棒になんか当たりがあって、セリフが書いてあったら限定壁紙がもらえるらしいので、ちょっとその限定壁紙のやつ引いていこう。ちなみにもうすでに2個食べたんですけれど、その2個ではね、壁紙というか、当たりは出なかったので、これね、動画でやるとやっぱり、ね、当たりやすいから、食べていきます。アイス、あー、いいね。
後ろのフィギュア隠しちゃうから奥に置いてるんだけど、こんななかなかね取り出す機会がないのであんまりいじってあげれてないんですけど、やっぱフィギュアって結構触ってないとね、あの関節が固まってくるんですね。ちょっと今ギシギシ言ってますけれど、ちゃんとねやっぱ定期的にポージングとかね変えて動かしてあげないといけないんだね。あーオールマイトやっぱかっこいいわこれ。ちょっとアイス、はい、アイス持たせて、アイスつかないように。あーいいじゃん、オールマイトがねアイス食ってる感じ、こんな感じのね夏っぽい。僕実を言うと最近さ、ヒロアカをなんだろう、ジャンプのリアルタイムでさ最新話を読んでるんだよ。結構だから先の展開までもう知っちゃってるんだけど、そう、まあネタバレはね全くしないですけれど、いやーヒロアカねおもろいよね。やっぱもう今のところも早くアニメ化してほしい。映画もね見に行くんですけれど、すごい楽しみだな。やっぱいいよねヒロアカって。話としては結構ポップな内容なんだけど、そのポップの中にね結構ストーリー性が盛り込まれていて、シリアスなところはねめちゃくちゃシリアスな感じもあったりして、そのバランスがねすごいいい漫画。やっぱ一人一人のキャラクターもすごい立ってたりだとか、やっぱ魅力的なね、さっきは出たこの辺もですけど、魅力的なねキャラクターが本当に多いんだよ。そのなんか誰もがこう推しをね作れるような豊富なねキャラクターセンスというか、そこがやっぱヒロアカ素晴らしい点だなって思いますけれどね。いやーそのねジャンプで読んでる今のところの話もねすごい激アツなね展開も多かったりするから、もうね早くアニメ化してほしいよ。あとねガークバね日本でもどんどんこうなんだろう、ヒロアカのフィギュア出してほしい、稼働フィギュアを出してほしいんだけど、今度ねようやくアメージング山口でねトドロキくんとあとはエンデバーがねフィギュア化されるんだけど、エンデバーの前にさもっとなんかフィギュア化するやついるだろうっていう思うんだけど、ここにねいますけれど、まあ、ガッチャもねようやくアメージング山口になりましたけど、霧島くんとかね A 組のメンバーやっぱ結構さトドロキくんが先なのはわかるけど、さっきのね雷電気だったりとか、あとまあこの辺もねこの辺もそうですよ。あとおちゃこちゃんもね、おちゃこちゃんも雨山化してほしいし、まあフィグマでは出てるよっていうようなねフィギュアもたくさんあるんですけれど、雨山でねもっとたくさん出してほしい。先生たちもね相沢先生もそうだし、あとはオールマイトのトゥルーフォームとかもねできれば出してほしいんだよな。まあ、雨山じゃなくてもさ、あんまりトゥルーフォームってフィギュア化されることないし、稼働フィギュアは出てないんですけれど、もうねトゥルーフォームはマクファーレンドイツでもいいからね出してほしい。まあでも結構サイズ感があったら違和感あるかな、あれは。そうそうね、もうね出してほしかったりするんだよね。あ、ちなみにアイス食い終わったんだけど、当たりじゃなかった。まああと5本あるからね1本は当たってるでしょうということで、今回はね当たらなかったです。でも確かトドロキくんの原型がね出展されてたと思うんですけど、なんかにそれがなんかすごい良かったから、とにかくね今トドロキくんを楽しみにしたいから、頭ヴィラン連合とかもだよね、しがらき戸村、そこはやっぱりカードフィギュア化してね、ちゃんとやっぱ敵がいないとさ戦いようがないから、それもフィギュア化してね一緒に戦わせたりしたいんですけれど、いやできればねアメージング山口でヒロアカキャラクターをね全部出してほしいな。僕がねちなみに一番本当は欲しいのはミルコです。ミルコわかるかな、ミルコってウサギのねヒロがいるんですけれど、ミルコを出してほしい。ダットのごとく出してほしいわミルコは。はい、そんな感じで今日はグダグダとねヒロアカの話とかしましたけれど、この辺でね動画終わろうと思います。いや最後グダったな、なかなかなグダりでしたけれど、今日のねメインはこのミニクリアファイル2をね開けるっていう動画でした。まあ残念ながらねテンションの上がるキャラクターは出てこなかったんですけれど、まあそれぞれね魅力的なキャラクターたちかなと思うので、しっかりとね保管しておきたいと思います。気になった方はねぜひともこれとあとさっきの